まあ、いつ頃からか、こう、いろんな、こう、なんていうんですか、テレビにつける、接続するものがどん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 増えてきたじゃないですか。うん、でそれで、もう説明書もアホみたいに分厚なったりとか、うん、逆に説明書がなかったりとか、うん、そういうのも増えてきたじゃないですか、うん。昔は得意やったはずなんですよ、いろいろ繋げたりすんのも。うん、でももう最近全然できなくて、うん、で、Apple TV とかもつけてるんですよ。うん、そういうのが、その後輩で、すごい、まあ、このラジオでも何回かお話したかもわかんないですけど、すごい得意な子がいるんですよ。うん。梶ヶ谷くんっていう。うん。もちろん、その Apple TV もつけてくれて、ものの5分ぐらいで、パパパパーっと、説明書も何も見んと、バーって。で、こっち側のやつ、こっち側のこの、レコーダーをこっち側にしたいんねんけど、でも全部それもパッやってくれねん。石田さんみたいに、あれペンペンペンパソコン叩きながら、ペンあれおかしいなーとかも全然ないね。うん、その、あれっていうのも一切ないね。うん、スムーズにスマートにつけてくれんねやんか。うん、で、もう開けて、あれか、今日やね、今日の朝方に iPhone6 でしたっけ出るじゃないですか、多分。今日の朝方ぐらいに。うん、その梶ヶ谷くんっていうことも、アップルがすごい好きなんです、アップル製品が。うん、で、だからそのアップル TV とかももう、ものの、これはもう、持っといた方がいいと思いますって言って、いや、これはなくてもいいと思いますとか、全部その、判断してくれるわけ。すべて、網羅してるから。うん、で、その、もちろん、その、iPhone とかも真っ先に買うわけですよ。うん、で、もう、並んでるんですって。銀座のとこに。うん、もう今ほら、ニュースやら雑誌やら出てるじゃないですか。うん、で、あの中にその、まあ、芸人さんも何人か並んでるんですよ、もちろん。うん、デニスのゆきおちゃんとか。うん、まあまあ、そういう人たちは、まあ、メジャーやから、梶ヶ谷君ってまだその劇場に出てたりとか、その、テレビとかにあんまり出るタイプじゃないから、うん、雑誌とか見たら映ってるんですよ。うん、でも一般の人として、映ってるんですね、その梶ヶ谷君という人は。うんうん、もう普通に、インタビューとかも受けてるみたいなんですけど、うん、サバンナの高橋君から聞いたんですけど、高橋君が可愛がってるみたいな、その梶ヶ谷君もね。うんうん、ほんだら、ああやってほら、もう並んでるやん。こう、並んでんねんけど、うん、その梶ヶ谷君とか他の人たちも、ちゃんといるわけ。椅子やら用意して、テントやら。うん、そうやねんけど、その結構早めのやつで、うん、荷物だけ置いて、うん、全然おれへんやつがおんねんって、うん、荷物は置いたんねん。でもこの、うん、順番は取ってるわけ、そいつは、うんうんうん、そやねんけど荷物だけ置いてもどっか行っていてないねんって、うん、で他の人らからするとなんやねんとあいつ、うん、もう最初おったけど俺らずっと並んでんのに、うん、あいつ荷物だけ置いてなんやねんみたいな、うん、みんなそんなに会話するわけじゃないねんけど、うん、そういう空気がだんだん流れ始めてて、うん、であいつ一向に荷物だけ置いてけえへんわみたいな、うんうん、いう空気が流れ始めてみんなそう思ってんやろなってなってくんねん、うん、みんな一生懸命並んでるから、うん、でその梶ヶ谷くんがその代表してあの人にちょっと注意しませんかと。ほう。僕たちはすごいね。僕たちはずっとこうやって荷物だけ置いてそのどっか行くんじゃなくて自由にご飯食べたりとかそんなするんじゃなくて、うん、ずっと待ってんのに我慢してると。うん。どうでしょうみたいな、うん、でみんなで話し合って、うん、で結局その梶ヶ谷くんっていう子が代表でその人に言うたみたい。うん、ちょっとそんなんもうやめてもらっていいですかみたいな。だからその子どうなったか分からないね。言うっていうとこまでしか。すごいね。そうやね。だからもうほんまにね。だから、そこまでする人ってやっぱ俺らから見てたらあえてこう、さ、入っていくときにハイタッチとか、ふわーとかやってるの、すごいなと思って見るけど、うん、それぐらいする人ってやっぱり、それぐらいテンション上がんねんな、やっぱり。うん、お店入っていくときに。はい、みたいな。まずだからそうね、腹くくってるよね。腹くくって、やっとこうもう、8時ってなった時にこうやって、ファーってやるっていうのはもう、やっぱなんかもう感極まるもんがあんねやろな、思って。ちょっとやっぱ、なんか、ちょっと小馬鹿にしててんけど、それぐらいみんな熱い気持ち持ってあそこに並んでんねんな、と思って、ちょっと、あ、なんか、
考え方ちょっと変えたというか、すごいなと思って。やっぱりそこまでもう到底及ばないですよ我々の熱は。そうやね、うん、まあ、まあ欲しいなとかどんなやのなと思うけど、うん、そのまず様子見るじゃないですか世間の評価とか、うんうん、で今回なんてちょっと小さめとちょっと 大きいけど、ほんでもう一つ大きいの出るやんか、うん、ほんならそれ一回みんなでどっちがええのみたいな、そんな、こう、まあ、な、見てみたいよね。見てみて、で、実際こうた人にちょっと触らしてもうて、あ、こっちがええかな、みたいな、そんなんなるやん。うんうん、まあ、やっぱそういう人そんなんちゃうねんね、もう。うん、並んで真っ先に触れて、で、こう、ま、あの、すべて網羅して、で、誰かにこう教えてあげたいみたいな、うん、そこまであんねやろな、思って。うん、そらやっぱあの、ハイタッチとか、あんなんなんねやろな、と思ったわ。うん、すごいわ、やっぱり。何日前から並んでんの？いやもう、え、俺いつやなそれ聞いたん、に日曜日の段階で、うん、日曜日に聞いて、明日月曜日に注意しますみたいなその前からとだいぶいてないから、いやでも注意は怖いよね、一か八かよね、そうそうそう、揉める恐れあるから、もう終わりやねんけど、やっぱみんな、うん、でもその後ろに並んでる人たちの団結力たるや、あれはあかんやろっていう話し合いでそうなったから、うん、やっぱその圧にはもう勝たれへんのちゃう、うん、言うてどうなったかちょっと分からへんねんけど、まあ抗議は多分したと思うけど、うん、それが日曜日、月曜日に多分抗議してると思うから、うん、それでどうなったかちょっと分からへんけど、うん、すごいよ、そんなにやねんなと思ってねえ、毎回そうやね、すごいよ、もう決まってるやろね顔ぶれも、うん、ほいで、またそのすごいって言ったら、この間あれ見てん。AKB の、あのドキュメント。あれすごいよ。あの、何がすごかった、あの、前も見たことあんねんけど、前よりも、もっと、なんか凄なってた。うん、あの、呼吸困難とかな、あの、過呼吸みたいな。もう過呼吸なんかもう、もう普通。もうみんな過呼吸になるから。うん、AKB のコーラって。大変やな。もうね、ずっとカメラ回ってるから、うん、すごいね、こういう写こういう記事出ちゃうけどって言って、うん、スキャンダルとかあるやん、そういうの撮ってんね、うん、こういう記事で出ちゃうんだけどって言って、うん、呼び出してカメラ回してんねやもん、そうで、ね、パーってで、うん、記事パーって読んだらもうだんだん顔変わっていくね、うん、でどうしようかみたいな、うん、なってやっぱりあのけじめつけないとダメなんでとバーッ泣き出して、うん、で AKB やめますって言って、うん、いうところもカメラ回ってんねん、はあ、ほんでそれだけかなと思った握手会とかで、うん、あの今日は何々からちょっとお話が先にございますって言って、うん、でバーッてこう上がっていって、そこでこの度はこういう記事が出るので本当申し訳ありませんって言って、うん、あのもうやめます AKB って言って、うん、そんなんて知らんかったやん、握手会やと思ってるやんか、まあ、そういうのもあんねん、うん、おいでもうそれすごいのが、あのもちろんやめた子とかもあんねんで、うん、でやめていった子とか、うん、あるわけですよ、うん、もちろん AKB ね、我々が知らない人ですけども、うん、AKB 辞めていった人とかもいるんですよ、うん、その人が、最後の方になって出てきてもう一般人になってんね、うん、ねその人にどう最近って言って、うん、いやあの本当に今までこう勉強してきなかったファッションのこととか勉強しだして、うん、すごく楽しいですって言って、あ楽しいんだって言って、うん、はいすごく楽しいですって言って、うん、ありがとうございましたって言って、なんか渋谷の街とかにファーって消えていくね、うん、なんかすごくな、夢追いかけてる人と夢破れて新しい夢に向かって、うん、AKB っていうこのグループにおったけど夢破れてまた次の夢見つけて、うん、こうなんか楽しそうにしてる人とこうなんか選抜とかに漏れて過呼吸になってる人の映像とかがさ、もう交互にバーン来んねん、うん、すげえ思って、もう取り込んだって思って何やこれはと思って、ドキュメントほんまドキュメントやね、うん、すごかった本当に、うん、もう
なんちゅうのかな、最初に見た時はすごい過呼吸になんねんな AKB の人らってって思ったけど、もうそんなんもう当たり前やねん。普通にバーって発表もあって、で俺らはもうよう分かれんで、 おじさんやから組閣とかいうのもあんねん今 AKB って。なんかこう移動していくのよね、どんどん、ドラフトとかなんかいろいろすごいね、シャッてしてんねんけど、客前ではシュッてしてんねんけど、もうバーッと戻っていったら突然「はぁ」って言って倒れて「ゆっくり呼吸してゆっくり」って言って大人の人とかにこう抱えられて、その横 AKB「お疲れした」って言ってシャーッと通っていくね。はぁ、すごいよあれ。それがずっと回ってんねん、こう。だからその、大島優子が卒業するってあったやんか。あの中止の映像とか、もう全部回ってんねん。どうするんですかみたいな。いや、でも、何時にちゃんと決断しますとか。ざわ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 ってして。で、結局もう雨やめへんくて、空見上げる大島優子とか。ダメなんだ。だからそこまでしたらファンも、だからもう普通のファンじゃないよね、もうほんまに。そこまで見てしまったらそらもうさらに応援したなるしね。そらもうあんだけジャンプするよ、もうアップルと一緒や、あんなもんこれと一緒や。いや、まあ、なるよ。全然種類違うけどそらテンション上がると思うわ。すごいの応援したくなるよね。そうやね、分かってきたわだいぶ。